翌日8月17日いない。何か西川。はい。妬まれている。3階の事務室。冬美さん、はい。うん。ほほ、教えちゃダメだよ。下鴨。東次長。はーい。東。はい、何でしょう。はあ、はあはあ。関係あるかもしれないじゃない。パーキング。事務室は行けなかったか。南。それはない。どういうこと？それぞれ自分の部屋。嘘。じゃあ僕はこれで。エレベーター。エレベーター。お。3階。おう。おう、見えるね。営業成績？うん。お。バカだな。ん？昨日の午後社長に電話をかけた。あ、はい。社長お父さんだもんな。うい。花をね。でもそれだけじゃ自殺を否定することはできませんね。うん。恨まれるほどの器でもねえもんな。おっす。結構いい部屋住んでんね。え、西川さんが殺されたん？
社長宅。時。せやな。電話。人が来た。5時45分。むむむむむ。おう、ボケごらかす。おめえも動け。事件には関係ないと思うけど、はあ、また昨日ここへ来たじゃない。はい、すいません。お、曲が。西川から電話。いい食品。うさんくさい。お、おっと、はあ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 、ほうほうほう、なるほどね。だからEのスパイだったんだな。誰だっけ、最初に殺された友達。トリック緩やかにつながってきましたね。アイスコーヒー。それで氷のトリックか。俺はおめえに毒を飲ませてやりて。口をつけた。ええ。わかった。ダメね。わかってねえのにわかったって言うな。撃つぞと脅すの。バカだな、本当に。本当にバカだな。氷が溶けちゃった。
んだよ。まあまず氷だよね。溶けちゃうけど。思い出す。リモコン。ふんふん。なんなんだおめえは。なんだあいつ。はい。乾いちゃうんだ。あ、そう。聞いてこい。はい。おう、柴田。なんだよ。あんた呼ばわり。なんか隠し出口なんかないんか。ドアがあります。いやいやいや、さじ加減だろう。なんだそれ。ざるすぎる。そして露口のアリバイは怪しい。うん。お、誰だ。露口。ユミコ、はいはい。お、明日の8時、宮城ホテルの前。あ、